こんにちは、眼科専門医の平松瑠衣です。目の病気についてお話ししていきたいと思います。視力と矯正視力についてお話ししていこうと思います。視力はこんな感じで、上、下、左、右というように穴が開いた方向を示して視力というのを測っていきます。よく一般の方が言う視力が悪いというのは、眼鏡も何にもかけない視力のことを言います。医学的な言い方をすると裸眼視力、裸の目の視力と言います。一方、一般的に医学で言う視力は矯正視力、眼鏡をちゃんと合わせた視力のことを言います。眼鏡をしない視力、裸眼視力はよく変わることがあります。調子によって上下したりすることがあるので安定しません。また病気じゃなくても悪いこともあります。また眼鏡をすれば、矯正視力、眼鏡をちゃんと合わせれば見えるので、裸眼視力で話をせず、医学的には矯正視力で話をすることが多いです。もちろん、レーシックのような矯正手術の場合は裸眼視力の話を主にしますけれども、普通の白内障や緑内障を含めた病気の場合はこういう矯正視力という話をしていきます。小学生だと眼鏡をかけても C とか D、 大人でも眼鏡をかけてもちょっと見づらくてってことがありますが、眼鏡が合ってない場合はそれは眼鏡が悪いだけのことなんで、眼鏡をきっちり合わせた視力のことを言うので、ここも注意してください。まとめると、病院でいう視力は矯正視力、眼鏡をかけた視力を視力と言っています。ですからお互いに眼鏡をかけた視力のことをこっちは言ってるつもりで、患者さんが聞いてるのは眼鏡をかけてない視力のつもりで話を聞いてると、話が混乱してしまうので、そこを注意しておいてください。視力はいいけど一方で見づらいということもあります。視力はあくまで瞬間的にどこまで見えるか、上なのか下なのか判定できるかということなので、実際我々は目を瞬間的に使っているわけではないので、長く使ってて疲れて見づらいとか、ドライアイで見づらいとか、そういう場合はこういう矯正視力という視力では測りきれないという部分もあります。